手話タイムプラスワンの時間です。この番組は滋賀県政に関するニュースや情報を手話でお届けする番組です。今日は山本明美がお伝えします。今回はトピックスとして4本をお送りします。2日、福島第一原発の事故を受け、県は原子力防災計画を今年度中に見直すことにしました。来年1月には計画案を作成して県民の意見を聞き、今年度中には計画を作るとするスケジュールを発表しました。計画の検討内容としては、避難計画の作成や放射線の監視体制の強化、防災訓練の実施などです。避難計画の作成について、足立知事は、原発からの距離だけでなく、風向きなど気象条件なども加えたいとしています。計画は今後、専門家などを入れた検討委員会などで協議されます。4日、栗東市で明治時代に出版された西洋料理のレシピをもとに当時の料理を体験する料理会が開かれました。この料理会は栗東市下戸山の中井明美さんが実家に残る明治時代の料理本をもとに当時の西洋料理を再現しようと開いたものです。料理会は中井さんの築280年の実家で開かれ、豚肉を刻みハンバーグのようにするポークソーセージや人参とくるみ、干しぶどうを混ぜて具にしたキャロットサンドウィッチなど6品が再現されました。参加者らは尺という単位などレシピに書かれた昔ながらの言葉に悪戦苦闘しながら明治時代の料理を体感していました。6日、長浜市内で開かれている郷浅井三姉妹博覧会の入場者が目標の35万人を突破しました。35万人目の入場者となったのは愛知県から家族で来た主婦岡本彩子さんです。岡本さんらは記念のくす玉を割って入場者35万人達成を祝いました。そして博覧会実行委員会会長の長浜市の藤井市長からお祝いの記念品が贈られました。博覧会実行委員会では東日本大震災の影響による観光客の減少もわずか1週間ほどで回復した、そしてゴールデンウィークも順調に観光客を増やしてきたのが大きい、最終的に100万人の大台を目指したいと話していました。6日、大津市にある石山寺で青鬼祭りのシンボル、青鬼作りが行われました。
石山寺では毎年5月の第3日曜日に青鬼祭りが行われています。この祭りは今からおよそ800年前、石山寺の僧侶が自分が青鬼となって人々を守るという誓いを残して亡くなったことから、この僧を偲んで毎年行われています。今年も今月15日の祭りを前に、石山寺の東大門前で石山観光協会や寺の職員らが高さ5メートルの青鬼を作りました。続いて滋賀県立聴覚障害者センターからのお知らせです。聞こえに関するお悩みをお持ちの方、ご相談に応じます。最近人の話が聞き取りにくい、テレビの音量を上げないと聞こえない、補聴器の選び方や使い方がよくわからない、補聴器をつけているけれどはっきりとした言葉として聞き取れないなど、聞こえに関するお困りや悩みをお持ちの方はおられませんか？滋賀県立聴覚障害者センターでは、県民の皆さんの聞こえについての相談を受け付けています。毎日の生活でのお悩みや聞き取りたいと思う時の対処方法、補聴器に関する情報提供や使い方などの相談に応じます。専門家による聴力検査もできます。お気軽にお越しください。相談日は毎月1回、検査・相談は無料、日程はご覧の通りです。滋賀県立聴覚障害者センターでは県民の皆さんの聞こえについての相談を受け付けています。申し込み方法やお問い合わせについてはご覧のところまで。いかがでしたでしょうか。それでは次回5月28日土曜日夜9時20分にお会いしましょう。